屋の着物着方教室、すくまです。今回は帯結びに必要な帯板についてね、ちょっとお話をしてみようと思います。いつも YouTube でお伝えしているように、私は前結びで帯を結びますので、いつも前結び用の帯板をしています。そして後ろ結びをする時にも、私はね、後ろでちょっとお太鼓がねじれたりする時があるので、やはり前結び用の帯板を使って、後ろで結んでも前に回してちょっとね修正したりしています。帯板にはいろいろな種類がありますよね。皆さんお持ちのこのような差し込み式の帯板、そしてこのように後ろにベルトがついていて、まず帯板をしておいて、その上から帯もを巻くというね、このような便利な帯板もあります。それぞれの帯板にね、メリット、デメリット、前結び用の帯板にもあります。今日はね、そのいい点悪い点も踏まえてお話をしてみようと思います。まず前結び用の帯板のいい点からお話をしてみようと思います。いつもお伝えしているように、前結び用の帯板をしていると、何度回しても前で結んで後ろに仕上げて回しても、後ろで帯を結んで、あ、ちょっとあそこ直したいなっていう時があって、前に回したとしても、何度回しても着物が着崩れない。ここがね、前結び用の帯板のいいとこです。そしてお気楽屋の方でおすすめをしている帯板は、回りっこというものとくるぴたというものになりますけども、この帯板のいい点は、前ね、今こうやって見てもらっても、ここ芯が入ってちょっと硬い、通常の帯板と同じような素材になってます。ですけども、体の横から後ろに回るとこはくるっと回ってるんですけども、今の帯板のような硬い部分がないんですね。全部続いている帯板の中には、前から後ろまで同じような素材のものもあります。私もね、それ使ってみたことがありますよ。ですけども、硬いもので、人間の体ってね、まん丸じゃないですよね。少しまあちょっとこうつぶけたような形をしてますけども、硬いもので一周ぐるっと回してしまうと、やはりね、体の径が大きくなってしまうんですね。体の脇からというのがポイントになります。柔らかい帯を締めた時には、あまりこの帯板の部分が短いと、帯締めで仕上げた時に脇にシワが入ってしまいます。ですからね、お気楽屋でおすすめをしている帯板のこの脇まで帯板があるというのはね、絶妙の長さなんですね。そして背中側が柔らかいというのは、一日着ていても、このように仕上げた時にも、そして見ていただいても、体に厚みが出ませんよ。これがね、いいとこです。そしてね、デメリットはと聞かれると、皆さんね、デメリットのとこで暑いんですねって言われることありますけども、帯板、前結び用の帯板は体に当てますけども、そんなにね、帯のようにぎゅーっと締めてるわけではないですので、今見ていただいてもこんな風に動きます。上下には動きます。左右には、私はモスの伊達締めしてますのでね、動かないですけども、これだけ動くということは、通気性もね、いいんですね。ですから、あまりデメリットの部分がないと思います。ではでは、このような帯板、差し込み式とかベルトがついたもの、これでも前で結んでも帯って回りますよねってね、お話をいただくことがありますので、今日はね、実際にやってみようと思いますよ。今私はいつも自分が使っている前結び用の帯板をしてますよ。後ろで仕上げたものを前に回してみます。この時にも後ろ見ててくださいね、背中心。動きませんよね。そして襟合わせどうでしょうか。ほら、ここで片手ですよ。力もいらないですけども、片手でこう動かしたとしても、
襟合わせ、動いてないですよね。ここが一番のポイントです。帯は回ればいいというもんじゃないんですよね。回った後に綺麗に仕上がっている、そして着物が着崩れていないというのがポイントになりますよ。ですけども帯というのはしっかりと体に沿わせてあげないと、やはりね、かっこよくできないですよね。後で回すからといって帯をズタズタっていうかゆるゆるに仕上げていては、やはりね、キリッとした姿にはなりません。ですので差し込み式の帯板、そしてね、このベルトのものを使っていても、帯はね、しっかり締めていただきたい。前結びの時もそうです。しっかり締めるんですけども、前結び用の帯板は帯板にしっかりと当たっている。ですけども素材がいいので帯板はずれずに、帯板の上を帯が回るという構造になっていますよ。今からゴム付きのもので結んでみようと思います。今日は分かりやすくね、ちょっと綿のようなね、素材の半幅にしてみましたよ。滑りづらいというのをね、演出してみようと思います。このゴム付きの帯板、この帯板の部分の長さはいろいろですけども、この後ろの、今から後ろにこれ回しますけども、ゴムの部分はどうでしょうか。帯を巻いた時に着物と帯が密着します。しっかり締めますよ。そうするとやはりこのような滑りづらい半幅の時には着物を連れていってしまうという現象がね、起きてしまうんですね。どうかなっていうので、ちょっとやってみようと思います。今日はね、リバーシブルですけども、これはね、試作で帯屋さんに作っていただいた綿の半幅になります。滑りづらいんですと結んでみますね。なにわ結び、ちょっと結んでみようと思いますよ。今日はね、結び方というよりも本当にどんなのかな、帯板の検証ですよ。ご自分が回りましょう。ここです。しっかりと引き締めます。しっかりと引き締めると、ここ帯板ですけども、背中もしっかりと密着しましたよ。2周目です。結び方はね、前だろうと後ろだろうと帯板が違おうと一緒です。やることは変わりません。はい、脇まで迎えに行ったら下ろしてクリップ、半幅ですから右脇下です。今日はね、これはちょっとね、サンプルですので長い帯ですけども、なにわ結び蝶にしてみようと思います。手先を上に重ねて一結び、ここもしっかりと。滑らない素材の半幅帯というとね、結び目がね、緩まなくって、本当はね、結びやすいですよね。先ほどと同様に結んだら、はい、ここでお花作っていきますよ。何は結び、3本ゴムの2本を持って入れる。長いですからね、羽も大きくしましょう。はい、1本持って入れる。はい、下ろす。パタパタパタ入れただけ。はい、手先、なんてことはない、1回結んでコンビネーションに入れていくだけですよ。はい、出来上がり。クリップ取りますよ。ではこれで回していこうと思います。いつも通り左脇を持って回していこうとすると、先ほどの背中と見比べてください。回らないんです。結構私力入れてますよ。そしてここ見てください、前もう連れていってますよね。帯板の幅は
帯よりも狭くないといけないんです。やはり出てしまってるのは不細工ですからね。ですけどもほら、密着してる部分が着物を運んでいってしまうんですね。結構力いります。そして帯板、ちゃんとつけたはずが端っこがこんなとこに来てます。帯板が動かないようにしようと思うと、片手で帯板を押さえておいて回さなければいけなくなりますよね。これが前結び用の帯板を私がおすすめする理由なんですね。ただ皆さんに前で結んでくださいっていうだけではなく、体にも優しいですし、だんだんに力がなくなってきて帯をね仕上げるのにも手の力弱まってきますよね。そういう時にもやはりね、軽く結べるものがいいですよね。どうでしょうか。もうね、結構ずれてきましたよね。ほどいてみますね。どんな風になってるかな。帯板こんな感じです。帯はしっかりと締めたい。やはりね、体にぴったりする方がスリムにも綺麗にも見えますよね。しっかり締めると帯板が動いて着物を連れて行ってしまう。そのようなことが起こらないように、ぜひ前結び用のね帯板使われてみてください。じゃあ前結び用の帯板、デメリットを1個だけ挙げるとすると、後ろ結びで帯をもうお太鼓きれいに仕上げられる方、後ろをこうやって振り向いてもお太鼓いっつもずれることなくきれいにもう仕上げれるんです。そういう方はぜひ差し込み式の帯板使われてください。脇までギリギリ短いものがもっと細く見えます。もうね、前に回す必要が全然ないと言われる方はぜひ差し込み式の帯板で結ばれてください。ですけども、ちょっとあそこを直したいのよね、タレをちょっと直したい、そんなことが時々あるわって言われる方は、後ろで結ばれる方も前結び用の帯板ぜひ使ってみてください。先ほどと同様に浪花結び仕上げていきますね。帯板をしたら真ん中にクリップ、手先の長さを測って先ほどとやることは一緒ですよ。違う結びをするとね、結びが違うからっていう風に見えてしまいますよね。回るのも一緒、引き締めるのもゆるく引き締める必要はないですよ。帯板に沿えばいいんです。ですけども体には締まり込んでないということです。はい、2周目です。2周目は帯板の下確認をして、ここもちゃんと、はい、締めましょう。手先を下ろしたら真ん中のクリップ、右脇下に移動です。手先を移動したら半分折り、はい、タレを下から2回折り、上線のたるみをなくします。手先を上に重ねたら一結び、はい、ここでコンビネーションです。前結び回さないといけないから緩く締めるんですか。全然です。ちゃんと沿わせてください。私なんかは1ミリでも細く見せたいですからきっちりと締めたい方です。はい、長い帯ですからちょっとお羽も長めに取っていきますよ。お羽の長さは帯によって変えていきましょう。これが正解ということはないですよ。短い帯は短いなりに、そしてね、全部同じ長さにならなくても大丈夫。はい、手先下から折り上げたら
一番奥に残したゴムをくるみ込みましょう。くるんくるんとです。で、最後、裏を返します。クリップを取ったら回していきます。お袖を上げて、先ほどと同様です。全然お腹も引っ込めないですよ。はい、回していきましょう。ほら、動かないです。全然。で、力もいらない。もう前見てもらってても、この V 印動かないのが分かりますよね。はい、ここで仕上げていきましょう。前結び用の帯板、使わなくっても回るんです。それは間違いじゃないんです。使わなくっても回るけども、使った方が簡単で綺麗に仕上がります。ですので、ぜひ今まで使われたことのない方は一度チャレンジしてみてください。どれぐらい今までと違うかな。便利のいいものを使わないのはもったいないです。ぜひね、チャレンジこの春されてみてください。今までと、あ、ここが違うな、自分の着姿を見られて気づくとこが多くなると思いますよ。下線はぴっちりです。脇から柔らかくなってますので、体の厚みも出ませんよ。着物姿、やはりね、スタイルよく着たいものです。便利なものを使って、ぜひ着物のハードルを下げて皆さん楽しんでくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。